シャン・エス・ツツイは、アメリカ合衆国の政治家、日系人である。2012年12月27日から2018年1月31日まで、ニール・アバー・クロンビー及びデイビッド・イゲの2代のハワイ州知事の時に12代目ハワイ州副知事を務めた。また、ハワイ州上院議員、12代目ハワイ州上院議長を歴任した。百七十一年八月九日に、 ハワイ州ワイルクに誕生する。1989年にマウイ高等学校、ハワイ大学マノア校を卒業し、経済学士を取得した。2003年から2012年に副知事に就任するまでの間、ハワイ州上院議員を務めた。y イ,イエ f ワイイルク、カフルイからなる4校を地盤とした。後に5区に倶返した。ダニエル・イノウエ連邦上院議員の死後。 ニール・アバー・クロンビー州知事は、ブライアン・シャッツ副知事を、井上の公認の上院議員に推挙した。筒井は、シャッツの後継の副知事に就任した。なお、州知事は3人の副知事候補を用意しており、筒井が就任を辞退した場合には、ハワイ州下院議長カルビンセイが就任し、州法務長官のデイビッド・エム・ルーイが、公認の議長に就任する予定であった。 副知事就任の打診を州知事から受けた後、家族で話し合い数日後に受諾した。妻であるリンデルリーとの間に3人の娘がいる。ありがとうございます。